それでは劇団式ヨガを始めてまいります。まずは老婆を拒絶する王子のポーズから。お疲れ様でございます。本日は11月に行ってきた劇団式の美女と野獣のレビューを今更していきたいと思います。なんで今かと言いますと、普通に忘れていたという形になりますが、劇団式の美女と野獣もともとあったんですけど、リニューアルいたしまして、今は舞浜のアンフィシアターという場所で絶賛公演中でございます。私は人生で美女と野獣をちっちゃい頃に1回と、あと大学生かなの頃に1回と、あと社会人になって1回と見ておりまして、これで4回目の美女と野獣になります。アンフィシアター初ということで、私のお友達28人ぐらいと一緒に行ってまいりました。28人ね、行くとどのぐらいのチケットになるかというと、実際行ってみてどうだったんだいというところなんですけど、その元々の演出版があって、今回新演出版という形になったんですけども、あれ？なんか減ってない？みたいなところがありまして、レビューしていきたいと思います。まずはですね、ちょっとバラの形が大きくなった。まあそれは減ってないっていうよりかは、なんか増えてない、面積増えてないっていう感じなんですけど、なんか最初に登場するバラが大きくなったような気がします。そして、私の一番大好きなシーンのですね、ここからネタバレになるのでご注意なんですけれども、お父さんとベルが歌う二人でっていうすごい好きな歌があるんですけど、カット。ショック普通に大好きだった。まあなんかパパと娘はお互い変わり者だけど、お互い愛し合ってるよねみたいな素敵な歌だったんで、カットされてちょっとびっくりみたいな感じでした。続きまして、悪巧みの歌、ガストンが俺はちょっと考えちゃってるよみたいな、ベルと結婚するためにみたいな歌がちょっとトゥン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 みたいな歌があるんですけど、カット。そこまでめっちゃ好きではなかったんですが、ちょっとガストンに見せ場を作ってあげたかったのみたいな感じでした。そして新しい歌追加になりました。それはすごい良かったですね。そして私の大好きなガストンの仲間と城の仲間のバトルのシーン、カット。殺せってこう野獣を殺せっつって丸太でダーンダーンパカーン野獣とガストンみたいな、家来たちどこ行ったんみたいな、ルフーたちどこ行ったんみたいな、ちょっとしょんぼりぼりぼり丸でございましたですね。衣装的な変化もまあいろんな変化があったんですけど、個人的にちょっと寂しいなと思ったのが、もともと劇団四季の美女と野獣は1幕2幕と分かれてるんですけど、1幕の衣装、家来たちの衣装よりも2幕の衣装の方がどんどんこう物に近づいてってるっていう演出が前あってすごく好きだったんですよね。こうルミエールもどんどんこう固まってる感じだったり、ポット夫人もどんどんこう可動域が狭まってる感じが、あーどんどん物になっちゃうみたいな気持ちだったんですけど、1幕2幕多分変わってなかった気がするですよ。なんで、変わらないんやなと思ってたんですけど、ちょっとあれは好きポイントだったので、しょんぼりぼり丸でした。あと野獣の牙もなくなりましたよね。前牙があって喋りにくそうだなって思ってたのが、今回見ててって元の歯がでかいのか牙がなくなったのかどっちっていう感じだったんですけど、多分牙がなくなったんだろうなっていうふうに思います。それはいい。キャストについてはですね、最初に見た時は覚えてないんですけど、次に見た時は鳥原ベルと、あと福井さんビーストでした。で3回目に見た時は平田さんベルで、野獣が佐野さん、レジェンド佐野さんだったんですけれども、今回拝見したのが、ベルがまた平田さん。私平田さんのベルめちゃめちゃ好きなんですよ。オタクトークなんですけど、こうベルってやっぱ他のプリンセスと違ってちょっと意志が強いというか、こう自分で生きていく力が強い、自分の持ってるプリンセスだと思うんですが、
ベルはね、平田さんがすごく芯が通っていて好きですね。で、野獣はあの清水大成さん。私が拝見したのは多分美女って言うじゃないわ、リトルマーメイドのシェフルイと、あとはオペラ座の怪人の怪人役と、ノートルダムの鐘のフィーバスで拝見をしてるんですけど、清水さん大好き大好き、もうロングトーンがもうなんかバーなんですよ。伝わりませんね。あの最後に、一幕の最後に愛せぬならばというあの歌を野獣が歌って終了って感じになるんですけども、あの最後滅ぼせよ好みをっていうセリフが、おーが最後おーバンって終わるんですけど、もうおーがもうずっとおーで、もうこの太さのままこう細くならずに、ずっとこのブブ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 ブリリリリン、余裕みたいな、あと何秒いけんねんと思いながら、でもそんな何秒いけんねんとか思ってる余裕もなく、こうはぁ、あ、うまいみたいな感じであの食らうことができまして、私のお友達たちもあのオペラグラスを買いに行ってたり、ちょっと席遠かったかもしれないんですけど、オペラグラス買いに行って、もうめちゃめちゃ見入ってくださったりしてたので、すごく嬉しかったなっていう風に思います。アニメ版の美女と野獣もすごくすごく好きだし、あの実写版の美女と野獣もすごく好きなんですけど、ミュージカル版はなんかベルと野獣がどう惹かれたのかっていうのが分かる素敵なシーンがワンシーン含まれていて、私はそのシーンがすごく好きなんですね。これもネタバレになるんですけど、ベルが野獣に読み聞かせをしてあげるシーン、なんかあれで二人の距離がすごく縮まった感じがして大好きなので、そこのシーンは引き続きちゃんと入っていてよかったなっていうふうに思います。美女と野獣はランドとシーのチケットとセットのやつとかも販売されてるという話を聞きました。今も販売されてるんでしょうか。それとかも使っていくとより楽しいですよね。あの美女と野獣見て、その後にランドの美女と野獣のアトラクション乗るとかも今度してみたいなっていう風に思います。はい、ということで11月20何日に行ったのかな、忘れましたが、の美女と野獣のレビューを今更してみたというところでございました。ちなみにその時見たキャストの皆さん本当に上手すぎて、あの全員主役級でございましたので、また次回も拝見する時にあの方たちだといいなと思いながらも、個人的に狙っているのはですね、金本さんビースト。私金本さん、カジモドでもノートルダムの鐘のカジモドでも狙ってたんですけど、お会いできなくて、前もお伝えしたように劇団四季っていうのは毎週月曜日の朝10時にキャストが発表されますので、こうキャストの感情を想像してエイヤーしなきゃいけないんですけど、金本さんエイヤーを何回しても逃げられてしまっているので、どこかしらでお会いしたい。ビーストはちょっとあの歌がそんなに多くはないので、できればカジモドでお会いしたいなと思ってるんですけど、難しそうだな。頑張ります。みんなも頑張りましょうね、劇団四季ファンの皆さん。多分各々に推しを狙ってポチポチされてるのかなと思いますが、はい、今日の動画いかがだったでしょうか。美女と野獣の新演出版のレビューでございました。あの個人的には好きなシーンがなくなってしょんぼりだったんですけど、やっぱ美女と野獣ってベースが素敵なお話なので、それに今の素敵な劇団四季の皆さん の演技力だったり歌唱力だったりが加わって、また新たないい面が増えているかなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ気になった方は劇団四季美女と野獣舞浜アンフィシアターまで行っていただけるといいかなというふうに思います。はい、それではまた来週、動画投稿されるのでしょうかまで生き抜いていきましょう。それではバイバイ。